おばさんが自動ドアの前にコート立ってる。おばさんどこ行ったんだろう。警察行きましょう。笹岡さん、ダメですよ、こういうの許して。私のやりたいことって一体何がやりたいの。え、何って。幸せだよ、俺たちは。お前も幸せだろ。必死なのとかやなんだよね。それでやめてきちゃったの。ああいうのじゃさ、俺の個性は生きないんだよ。シャケはね、自分の生まれたところに戻ってくんだって。で、ボロボロになって子供作って死んでくんだって。子供作れずに死んでくシャケもいっぱいいるんだって。そっか。なんで、お、なんで登ってくの。死んじゃうのに。何しに来てるんでしょうね、あの人。なんでか3時間くらいいるのよ。3時間。そんな、ギリギリ毎日学校には来られてないんですよね。母さん、もっと自分の好きに来た方がいいんじゃない。なんかよくわからなくて。何が。自分が今、まさくんが